はい、皆さんこんにちは、ソボです。今回なんと鹿児島の方にやってきました。なんで鹿児島なのかっていうと、スクイットマニアさんとですね、特約店の今回ですね、インスタで知り合ったですね、フォロワーさんの方がですね、ハクとハヤトパパさんがいるんですけど、子供たちが、監修をしたオリジナルエギがですね、亀屋谷山店の方で新しく販売がまたありますよってことで情報をいただいて、今回は買いに行きますということで売り込んできました。で、まあ、そこからこう一人でちょっと乱眼する予定だったんですよね。明日までちょっと時間があるんで、ちょっとイベントでパパさんとですねお話しさせてもらって、お付き合いしていただいてます。今ちょうど夕方の4時ですね、4時です。今からちょうど夕間詰めでパパさんとハヤトくんと頑張っていきます。来たー、いいねー、来ましたでー、来ました来ました。ちょっと小ぶりけどね、来ました、小ぶりけど1杯目、とりあえず200ぐらいのが1杯だけ取れた。よっしゃー、200ぐらいですけど、なんとか動画ちゃんと撮ってます。動画撮った、取れた、よかった。ハヤトくんです。こんにちは。こんにちは。綺麗よね、もう。発想が綺麗。質問です。はい。リビングはいつからしてるんですか。6歳、5歳からしてます。保育園からってこと。はい。すごい。すごい。最初は何釣りからスタート。最初はイカ釣りからです。イカ釣りから、はい、エギングから、はい、でそこから魚やら何やらいろいろし始めて一番好きな釣りはイカ釣りです。イカ釣りねガチエギンガじゃあここでお待ちかねのエンドタップジャークの方を見せてもらっていいですか。はい、めちゃめちゃ綺麗。これまたすごいのがね、自己芯が 3.2 ぐらい、 3.2、 しかもですね、自分のオリジナルエギ、あとオレンジで揚げてるんですよ。ほんとなんか出たね。来た来た、ウェイ、すげえ、ウェイイエーイナイスありがとうございます。すごいナイスです。ハヤトブラックレッドです。ハヤト、ほんとこれも監修液ですね。ハヤトブラックレッド、はい、ブラックレッド入れます。すごい、おめでとうキツエギンガを生んだのがパパさんです。ちょこっと質問していいですか。はい、エギングは、はい、ハヤトくんからやり始めたいと言ったんですか。そうですね、僕がやってて、ハヤトが年中さんぐらいから連れてってくれ連れてってくれって言ってたんですけど、まあ危ないんでちょっと、まあまあまあ、もうちょっと大きくなってからねって言ってたんですけど、はい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 、まあ、年長さんの時になってどうしてもまだ情熱が冷めてなかったんで、 で、まあ、じゃあ連れて行こうかねって言って近くの漁港に連れてったら、はいはいはい、その日に2杯釣って、え、あ、そうなんですか。そっからもうドハマりして、すごい、
それはハマりますね。ドハマりします、ね、意外最初にタイミングがたまたま良かったのかもしれないけど、まあ、それで楽しかったみたいで、そっからですね。であとはもうしゃくりにハマり始めて。そうですよね、普通のしゃくりでも別にイカは釣れるんでしょうけど、うんうんうん、その中の楽しみの一環として、まあ、いろんなしゃくりをするというのが楽しいみたいで、はい、それでまあいろいろ覚えて現在に至る。はい、もう自己流も織り交ぜながら、まあそうですね、今は、はい、カメラ回し始めて、よしここチャンスが取れると思って向けたら4分ぐらいで釣りました、ね、いろんな釣りでつながった仲間たちから、はいはい、いろんな知恵をもらって育ってるん で、 あで、ね、まあ、いろんな人のいいとこ取りで、いや本当ですよね、これはもう人々が手厚い仲間に感謝です、本当に。これから後半戦もよろしくお願いします。よろしくお願いしてきます。隼人くん目線のカメラです。そうです、カメラアングルです。これ釣れたらいい、これで釣ってください。身荒いですね。身荒いです。はい。でも良さげですよ。お、YouTuber。YouTuber 撮ってんの。全然来ないんですよ。どうしましょう。どうしましょう。どうすればいいですか。隼人先生どうすればいいですか。この場合の攻略は。投げ続ける。投げ続ける。じゃあ本格的に。終了するまで隼人くんと勝負したいと思います。同じです。隼人ブラックオレンブラックレッドっすね。よし、開始です。もうちょっとライト持ってきてないんで、暗くなったら撮影ができないので。あっちが一番前ですね。あっちまで行く？あっちまで行く。よし。負けんぞ。やばいやばい、あかんことなってる、あかんことなってる。もう学校が休みの日は釣りしたい。はい。早い。あと15分ぐらい。ね。おし、どっち打つ？こう、こう、こう、こうやろ。で、僕たちしない。おし、おし、オッケー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 。ラストっすね、ラスト。いいな、ここ絶対いいな。これでちょっと、とりあえず午前の部は終了です。ありがとうございました。ありがとう、隼人くん。もう暗くなるけどね、ちょっとナイトエイジングがライトはありはするけど、ちょっと撮れたら撮りますって感じで、はい、ハヤト君はここで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そして評価お見事です。ありがとうございます。みんな、またねー。バイバーイ。バイバーイ。はい、おはようございます。おはようございます。昨日はハヤト君家にお世話になりました。朝まずめから今日、昼までの調校になるので、ハヤト君とカズ。サイズと勝負をしていきたいなと思います。 OK ですか？ OK です。 OK ですか？じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、レッツーゴー。もう起きてないやん、まだ脳内。朝一は昨日と同じポイントっすね。夕まず前に入ったポイントでスタート。ブラチェシャローでいきます。隼人くん、スタートの意義は何を投げてるんですか？ワイルドチェイスの、うん、絢爛キュウリです。絢爛キュウリ。ねえ、ちょっとね、最後昨日打ったところが気になるっちゃ気になるけど、移動するかもしらんけんね。あっち行こうか。ちょっとポイントずれてきて水深があるみたいなんで、ブラチェのノーマルで。まあまあ強めね、風。この爆風でも当たり取れる。はい。サビですね。ああ、すごいな、風が。あら、移動するかな。移動するかもね。おるな、追っかけてきた、追っかけてきた。
ました。チース。一杯目です、隼人くん。よし。そこ滑りそうやな。こっちよで、こっち。うん。はい、手。で、ここに乗っていいよ、そうそう。よしよしよし。で、上に上がろう。うん、上がったらいい。上がっていい、ずーっと上がっていい。で、ちょっとそこ滑る剣が合うの、そう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 。よし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 。そりゃ疲れるわ、こんだけ磯歩いてくれば。俺ルー一人で怖くない？怖くない。このままブーンって帰るかもしれんけど大丈夫？なる。濡れないように。濡れてますもん。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃめちゃ歩きましたね、はい、で今回ですね、ほんといろんな人に初めましてなのにすごくよくしてもらって、で今回監修したですね、エギ何でした？ハヤトオレンジとね、お兄ちゃんのハクトピンクのね、再販が決まって、それに来させてもらって、こういうまたつながりができてですね、安い歓迎でしてもらって、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そう、今回勝負してましたね。けどちょっとサイズが、勝負に伴うサイズじゃなかったかなと思ってるので、ちょっとこれは持ち越しということで、はい、次の、ちょっとまた春に、鹿児島の方に遊びに行くので、その時に決着をつけましょう。はい、でそれまでにちょっとエンドタップジャークとかちょっとできるように練習していきます、向こうで。いい音鳴らせるように。またその時よろしくお願いします。よろしくお願いします。隼人くんかっこいいって思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。カンペです。またまた遊びに行きます、鹿児島。来てください。バイバイ。ありがとうございました。